週末映画情報シネマキング週末映画情報シネマキング第350回目スタートいたします。案内役は映画でナビゲーター、そしてシネマクロスメディア C2 発行編集人ムービーステーションスーパーバイザーの川本明がお届けします。今回は12月9日金曜日、12月10日土曜日、合わせて10作品以上の新作映画を紹介します。まず最初に紹介するのは12月9日金曜日公開、ラーゲリより愛を込めて、二宮和也主演作ラーゲリより愛を込めてから紹介します。最初に紹介するのはラーゲリより愛を込めて、二宮和也が主演を務め、シベリアの強制収容所ラーゲリに抑留された実在の日本人捕虜山本幡男を演じた電気ドラマです。山本の妻おじみ役に北川景子、山本と共にラーゲリで捕虜として過ごす仲間たちに松坂桃李、中島健人、桐谷健太、安田健が集結しています。ラーゲリより愛を込めて、12月9日金曜日よりミッドランドスクエアシネマ他で公開です。続いて紹介するのは夜鳥たちが鳴く、底の見て光り輝く、オーバーフェンスなどで知られる作家佐藤康史の同名短編を映画化。売れない小説家の主人公新一を演じるのは山田裕貴、新一の元へ身を寄せるシングルマザーを松本まりかが演じ、この2人の奇妙な共同生活を描いてきます。夜鳥たちが鳴く、12月9日金曜日よりミッドランドスクエアシネマ他で公開です。続いて紹介するのは映画怪傑ゾロリラララスター誕生、原豊による人気児童書怪傑ゾロリシリーズの35周年記念アニメです。2019年に発表した絵本怪傑ゾロリスター誕生を映画オリジナルストーリーに再構築。ヒロインのヒポポ役の声を担当した生田絵梨花の抜群の歌唱に聞き惚れることでしょう。映画怪傑ゾロリラララスター誕生、12月9日金曜日よりミッドランドスクエアシネマ他で公開です。続いて紹介するのはハッピーニューイヤー、猟奇的な彼女、ラブストーリーなどの恋愛映画の名手カク・ジェヨン監督が初めて群像劇を手掛け、韓国の豪華スターと共に送るロマンティックラブストーリーです。年齢も職業も異なる個性的な14人の男女がそれぞれの恋愛模様を繰り広げていきます。ハッピーニューイヤー、12月9日金曜日よりミッドランドスクエアシネマ他で公開です。続いて紹介するのはなにわ金融道大蛇紙マネーウォーズ、青木雄二の人気漫画なにわ金融道を高杉真宙主演で映画化した3部作の第3作目となります。マチキンの帝国金融で金の商売の面白さと現実の厳しさをかみしめる主人公灰原達之が市長選をめぐり動く大金と、主人公が初めて債務者に一人で対峙していきます。なにわ金融道大蛇紙マネーウォーズ、12月9日金曜日よりミッドランドスクエアシネマ他で公開です。続いて紹介するのは面同じ顔の男たち、ミッドサマー、ヘレデタリー継承で注目の配給会社 A24 とエクスマキナのアレックス・ガーランド監督がタッグを組んだ異色の作品です。夫の死を目撃したヒロインが雇用に訪れた田舎町で全員同じ顔の男性と出会っていくという衝撃展開です。面同じ顔の男たち、12月9日金曜日よりミッドランドスクエアシネマ他で公開です。続いて紹介するのは英国ロイヤルオペラハウスシネマシーズン2022-23長長夫人、ミュージカルの原作やフィギュアスケートでの選曲等でも広く知られる日本を描いたオペラの傑作、プッチーニ作曲の長長夫人、英国ロイヤルの名舞台が日本をリスペクトした改訂版で帰ってきます。英国ロイヤルオペラハウスシネマシーズン2022-23長長夫人、12月9日金曜日よりミッドランドスクエアシネマ他で公開です。続いて紹介するのはホワイトノイズ、化学物質の流出による
空売毒物事象に遭遇した現代のアメリカ人家族が日常生活の中でありふれた葛藤に直面し、愛し、そして不確かな世界における幸福の可能性と普遍的な謎に向き合う姿を描いたドラマです。ホワイトノイズ、12月9日金曜日よりイオンシネマ名古屋茶屋や他で公開です。続いて紹介するのはメイクアップアーティストケビン・ウォークイン・ストーリー。1990年代に革新的なモードメイクによって世界を席巻した天才メイクアップアーティストケビン・ウォークインの生涯を描いたドキュメンタリー映画です。メイクアップアーティストケビン・ウォークイン・ストーリー、12月9日金曜日よりセンチュリーシネマ他で公開です。続いて紹介するのはペルシャンレッスン、戦場の教室。第二次世界大戦中、ナチスの収容所で偽のペルシャ語を教えることで生き延びようとするユダヤ人の姿を描いた戦争ドラマです。ペルシャンレッスン、戦場の教室、12月9日金曜日より伏見ミリオン座他で公開です。続いて紹介するのは裸の夢。春猫の沖元空監督が自身の体験を投影しながら高知県四万十川の流れ地に暮らす一家を映し出していくヒューマンドラマです。裸の夢、12月9日金曜日よりセンチュリーシネマにて公開です。続いて紹介するのは天井の花。萩原朔太郎の娘、萩原陽子が1966年に発表した小説天井の花、三好達治翔を原作に東出昌大、入山典子をキャストに迎えて犬婿入りの片島一輝監督が映画化しました。天井の花、12月9日金曜日より伏見ミリオン座他で公開です。続いて紹介するのは幸福。深川義弘監督が立ち上げた新しい自主映画の取り組み、リターンツーマイセルフプロジェクトとして制作されたサイド A のカギロイに続いたサイド B となります。幸福、12月9日金曜日より名小劇場にて公開です。続いて紹介するのはジョン・レノン、音楽で世界を変えた男の真実。ジョン・レノンの生い立ちや彼に影響を与えた出来事を未公開の資料や関係者へのインタビューを交え深く掘り下げていく音楽ドキュメンタリー映画です。ジョン・レノン、音楽で世界を変えた男の真実、12月9日金曜日より名演小劇場にて公開です。続いて紹介するのは時には昔の話を。森山修一郎、声優と呼ばれた俳優。2021年2月に永眠した森山修一郎の俳優声優としての人生に迫ったドキュメンタリー映画です。時代劇やアクション作品で多くの悪役を演じ、アテレコ、黎明期を経てテレビ、刑事コジャックや紅の豚で圧倒的な存在感を示した森山修一郎が声優文化に大きく貢献したその軌跡を追っていきます。時には昔の話を、森山修一郎、声優と呼ばれた俳優、12月10日土曜よりシネマスコーレにて公開です。続いて紹介するのはボーダレスアイランド。現代に生きる沖縄と台湾の若者たちが日常に潜むスピリチュアルな世界に迷い込んでいくファンタジー映画です。ボーダレスアイランド、12月10日土曜よりシネマスコーレにて公開です。続いて紹介するのは紅花の森人、命を染める。世界で初めて紅花の文化を守り継ぐ人々の姿を栽培から染めに至るまで4年の歳月をかけて記録した長編ドキュメンタリー映画です。紅花の森人、命を染める、12月10日土曜より名古屋シネマテイクにて公開です。続いて紹介するのは瀬吉増剛造×空間現代。80歳を超えた日本を代表する現代詩人吉増剛造がオルタナティブロックバンド空間現代と京都の小さなライブハウスで行った朗読ライブを記録したドキュメンタリー映画です。瀬吉増剛造×空間現代、12月10日土曜より名古屋シネマテイクにて公開です。続いて紹介するのは炎上シンデレラ。ドラマ結婚できない男などの脚本家尾崎雅也のオリジナル脚本による監督作第3弾となります。田中芽衣と飯島ひろき、そして尾崎雅也の初コラボが生んだ新感覚エンターテインメントです。
炎上シンデレラ12月10日土曜より名古屋シネマテイクにて公開です。いかがでしたでしょうか。今回もいろんな作品を紹介してきました。シーズーの方は、12月で26周年を迎えましたが、しばらく休館することにしました。その代わりというか、ムービーステーション、こちらの方はフリーペーパー版&ウェブ版、シネマクロスで、頑張っていきます。C2 に関しては C2 ウェブ版、しばらくは C2 ウェブ版を中心に、シネマクロスメディアとしてやっていきたいと思っております。ムービーアットシアター、映画は劇場で大きなスクリーンで、そして大音響で鑑賞するために映画の制作者サイトが作っております。皆さんも好みの映画をムービーステーション、そして C2 ウェブ版、ムービーステ特設サイトなどで、選んで、そして映画館で映画でしてみてください。それではさようなら。